はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕のものすごく気になるラーメンを食べに来ました。千葉県にはですね、三大ご当地ラーメンというものがございまして、その中の一つにですね、竹岡式ラーメンという、麺は乾麺を使って、で麺の茹で汁を使ってラーメンを作る、そんなね、真っ黒なご当地ラーメンがあるんですけれども、そちらのラーメンをリスペクトして作られている柏に新たにできましたさくなさんというラーメン屋さんに本日は訪れております。先ほどねご説明させていただいた竹岡式ラーメンのリスペクト式ということで、ものすごく美味しくて人気ということで、連日オープンから行列ができているということで、僕も SNS 等で見ててすごく気になったんですけれども、今日はですね、念願の初来店ということで、通常のラーメンいただきつつ、その後ですね、ダブルチャーシュー麺なる、かなりねもりもりな一杯があるということなので、本日はそちらの2杯と、まあ、チャーハンでしたりとかライス一緒にいただいていこうと思います。お店はねこんな感じで記入制となっておりますので、入って店員さんが呼びに来ていただくまで待つスタイルでございますね。もう僕はすでにですね、記入終わりまして、あとは待つのみということなので、お声掛けいただくまでね、もう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまですね、さくなさんの店内に入っておりまして、注文はですね、すでに取っていただいているんですけれども、まず通常のラーメンにライスを合わせたセット、その後にダブルチャーシュー麺にいろいろとトッピングをした、すごい豪華なねラーメンに、またこれも特大チャーハンと大ライスというわがままセットでね、本日は食べていこうかなと思います。もちろんね、麺量に関しましてはどちらも大盛りにしております。ただちょっとね、ここで1個注意なのが、もともと並盛りでもゆで前で 170g 麺がありまして、大盛りにすると 340g と、だからね、ちょっと皆様が頼む際にはちょっとお腹とね相談しながら、無理のないように注文していただければと思いますが、ただね、まあ、店内の写真とかを見てしまうと、あまりにもうまそうすぎて、これは頼んじゃうね。ちなみにオープンしたばかりなので、メインのラーメンだったりとかチャーシュー麺しか麺類系はねないんですけれども、今後はですね、随時お店の営業に慣れてきたらメニューの方なんかも追加する予定みたいですので、公式のねツイッターの方で情報を追っていただければと思います。ということで、本日のですね1杯目が到着いたしました。本日1杯目にいただきますのが、ラーメンの大盛りに、まあ、海苔、玉ねぎをトッピングで追加させていただきました。もちろんですね、こちらの大ライスも注文しておりますので、早速ね、出来立てをいただきたいと思います。いただきます。やっぱりまずはね、この竹岡式といえばの真っ黒なスープからいただいていこうかなと。うわ、うまっ。この醤油感強いスープがたまらんね。うまっ。この返しに染まった褐色の麺、いかがでしょうか。こちらのね、各テーブルに置いてあるこの紹介の紙に、チャーシューを置かずにメインを食らう、それが竹岡式だと書いてありますんで、こちらのチャーシューをお米とともにいただきたいと思います。2杯目ダブルチャーシュー麺頼んどいてよかったわ。このチャーシューうますぎる。
そろそろこの辺りでですね、このトッピングした海苔を浸してしっかりと麺に絡めていただきましょう。今日のラーメン最高だな、これうままたね、このスープもしっかりとラードが効いてるし、それにね、醤油の香りも強いので、トッピングのね、メンマが合うわ。で、玉ねぎも合う。全部合う。確かにこのラーメンは元である竹岡式の良さはしっかりと残してるんだけど、またね、別のベクトルで進化してるような、本当にね、ここだけのラーメンですね。あー、うまっ。またこの角切りメンマもこういったラーメンにはいいね。ということでですね、ただいまこちら一杯目、完食させていただきました。ひとまずごちそうさまでしたということで、幸せすぎるねということで、ただいまですね、2杯目のラーメンが到着いたしました。2杯目にいただきますのがダブルチャーシュー麺の大盛り。そちらにニンニク、玉ねぎ、背脂、メンマ、海苔と大量にね、こちらでトッピングをさせていただきました。豪華セットでございます。で、今ね、ちょっと作ってもらってるんですけれども、特大チャーハンもこの後来る予定ですので、出来たてをね、早速こちらいただきたいと思います。いただきます。こんだけチャーシューあると贅沢に食えるな。あ、ありがとうございます。すいません。またね、チャーハンも美味しそうなんですけど、今回ですね、特大サイズを注文させていただきまして、画面に見切れてますが、特大だと 600g あります。今回ね、2セットしか注文してないけど、この大盛りラーメン2杯に特大チャーハンとか大ライスも2杯いただいて十分大食いっすねこちらのさくなさんのラーメンはね、味が普通、濃いめ、辛めと3種類選べまして、1杯目は普通で注文したんですけど、2杯目はね、これ濃いめで注文したんですよ。スープも麺もご飯のお供としてのレベルが格段に上がってるわ。もともとね、竹岡式ラーメンっていうのは、チャーシューの煮汁とね、この麺を茹でた茹で汁で作られたラーメンでして、漁師さんとかが休憩中に塩分補給とかをできるような、いわゆるスタミナご飯、そういったね、ジャンルだったんですけど、やっぱね、このラーメンにはそういうパワーがある。食べてると無性にね、元気になってくるんだよね。ちょっとこの辺りでね、こちらのチャーハンも食べていきますか。チャーハンはね、こんな感じでございますよ。あ、うまっ。え、待って、このチャーハンめっちゃうまい。なんだこれ。うん、これ、ね、通常のチャーハンにはこれスープがついてくるので、このスープに一回こう、うわー、浸してみて、これどうです？うまっ。
そしたらちょっとこの辺りでニンニクと背脂、玉ねぎ全部混ぜてパンチ力上げた麺いっちゃいましょうか。うわ、ダメだ俺もうこのお店のちょっと虜だわ。うん、あっという間にライス完食しちゃったよ。いやもう麺量も残り少ないのでこの辺りでねトッピングで注文しました。こちらのすき焼きを使ってつけ卵で食べていこうかなと思います。そしたらこちらの麺をですねすき焼きにドボンとこちらでいかせていただきます。終盤ここに来てまた別のベクトルのうまいが出てきたな。そしたらもうそろそろですねこちらの料理たちも終盤に差し掛かりました。この辺りでですね卓上にありますこちらの胡椒でちょっとね味変したいと思います。合うなぁ。そしたらもうこれラーメンの方はこの具材で最後かな。ということでただいまですねラーメンやご飯ものすべて完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日はですねこちらさくなさんで美味しいラーメン食べてまいりました。本当にねこのお店のただし書きにも書いてある通り竹岡式の良さも残しつつ新たな進化を遂げたいわゆるネオ竹岡式みたいなそんな感じをする一杯でございました。今日はねいろいろとトッピングをしてみたんだけど全部一通り合うなっていう感想でございますね。今日頼んでないトッピングといえば野菜と青ネギあとは無料の生姜かなそこら辺なんだけど野菜をトッピングすると本当にいわゆる二郎系のようにバーンと量が増えますので注文されるお客様はですねお腹と相談しながらね気をつけて注文してみてください。いやーちょっと新たにラーメンのいいところ見つけられました。はいということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価まだですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは概要欄から合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でじゃあね。はい本日もご視聴ありがとうございました。こんなにですね動画でラーメン回ってますけど未だにやっぱりこう新しい感動幸せってのがありますね。もう本当に幸せなラーメンでございました。ちょっとね動画内でもお話ししましたけど冗談抜きでもう一発でね僕は虜になった美味しいラーメンでございました。
ぜひですね、皆様もお腹に余裕があれば、お米と一緒にこの濃いめの美味しいラーメン、がっついちゃってください。そしたら本日の米編コーナー、このあたりで参りたいと思います。まず一つ目。これですね、人によって様々でして、最初からね、もうチャレンジモードじゃないと、そういったガチの感じに入れないみたいな人もいたりとか、まあ味わってからでも全然チャレンジモード入れるよって方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりね、基本的には僕は思い込みですかね。はい。で、思い込みなんで、やっぱりやってないとどんどんそれが思い込めなくなってくるっていうのがあって、だから最近はね、こうチャレンジモードに切り替えてるつもりでも切り替えられてないっていう時も結構ありますね。うん、正直なところ。ただまあ昔で言うと、その思い込みをさせるために同じ行動をするっていう、まあ癖づけるっていうことで、動画見てもらうと分かると思うんだけど、こうおでこをねグーで叩くみたいな、僕はしてましたね。叩くともう入んなきゃやばいぞ、お前いい加減に入れよみたいな、自分に言い聞かせるために、まあ、行動も含めて、考えと行動両方合わせてチャレンジモードに入れるっていうのをやってましたね。まあ何を言ってるのって話だと思うんですけど、まあ大体そんな感じで、思い込みによって、チャレンジだ、俺はチャレンジ中なんだみたいな感じで、どんどん切り替えていくっていう流れになるかなと思います。はい。ってことで本日の2つ目、アレルギーに関してはですね、僕もお医者さんに行って詳しく調べたわけではないので、ちょっとわからないんですけれども、一応ですね、まあ今のところ何か食べた時にアレルギー反応が出るっていう食材はないですね。ただ昔、ちょっと食べ合わせによって出ちゃったものがあって、いわゆるあのカロリミットみたいなダイエットサプリと、0キロカロリーの、まあ、人工甘味料が多分反応してると思うんだけれども、まあ、ジュースだったりとか、そういったものを取った時に全身にこうジンマシンがブワッと出まして、でまあ収まってから、まさかこの組み合わせかなと思ってもう一回試したところ、まあ2日連続で出たということで、なんかね、そういった組み合わせ僕はダメっぽいですね。単体だとこう大丈夫なものあると思うんだけれども、合わせちゃうとダメっていうのもね、中にはあるみたいなので、皆様もお気をつけください。で、僕はがっつりと花粉症でございます。今まで1月2月の早い時期しか花粉症ならなかったんだけれども、今年からはですね、未だに花粉に苦しんでおります。目も鼻も喉の奥も全部かゆい。まあですね、花粉に限らず食物系でもそうですけれども、本当に体調にこう悪さをするね、場合がありますので、皆様もアレルギーにはお気をつけください。それでは、最後3つ目の米編。お店の情報ありがとうございます。先ほどですね、僕の方でも調べたところ、ものすごい美味しそうなお店でございました。こちらの情報いただきました、上野の肉飯加藤さん、まあ、ステーキ屋さんらしいんですけれども、そちらのメニューに日替わりで、1日5食限定という形で、1.5 キロ総重量あるなんかチャレンジの定食があるらしいんですよ。まあ、チャレンジとは名前には書いてあるんだけれども、その多分時間制限とかはないのかな、量が多いっていう意味でのチャレンジってことだと思うんだけれども、そちらね、美味しそうでございました。もちろんそういった定食以外にも、もう単純にもうステーキがとにかく美味しそう、分厚くてね、もう写真を見るだけでうわ食べたいなと思うようなお店さんだったんだけれども、なんかね、外観の写真とかを見るとかなり人気店みたいでして、まあお昼時とか、まあ、ご飯の時間帯だと行列必至というような、そんなお店さんみたいです。いや、ちょっとですね、僕もカメラの機材が多くて、基本的に撮影をねお願いする場合、そういったピークの時間を外して、いわゆるアイドルタイムみたいな、お客様が少ない時間帯、営業開始をしてから結構ね後の時間帯にお願いすることが多いので、いや、ちょっとね、1日5食限定だから残ってるといいんだけどね。まあただ写真見る限り、やっぱりチャレンジのその定食以外にもいっぱいね、なんかあのお肉を食べたいなと思いましたので、ちょっと今度ですね、行きたいなと思います。引き続きですね、皆様からもぜひデカ盛りのお店さんだったりとか、チャレンジメニューを提供しているお店さんの情報をいただければと思います。コメントでじゃんじゃん拾ってですね、僕の参考にさせていただきたいと思います。
ということで、本日の米編コーナーはこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。